国道389号は福岡県大牟田市から熊本県荒尾市、長洲町、長崎県島原半島、熊本県天草下島を通って、鹿児島県阿根市に至る一般国道である。九州の有明海に面する福岡県大牟田市から有明海を渡って、長崎県の島原半島の雲前の山岳地帯を通り、さらに熊本県の天草諸島をめぐって、 鹿児島県北西部に位置する阿久根市とを結ぶ延長約1 9 0キロメートルの一般国道の路線で大無田阿久根間の九州を走る国道3号とは海上区間を交えて西側で並行する雲仙天草国立公園の中を走る経路をとり主な通過地は熊本県荒尾市、玉名郡長洲町、長崎県雲仙市、南島原市、 熊本県天草市伊豆町鬼池、天草郡礼北町、天草市川浦城白木川地、道志牛深町、鹿児島県泉郡長島町である。海場区間は、最多の国道58号に次いで3区間を有する。島原半島の中心に位置する雲仙温泉付近で、国道57号と交差、重複するほか、天草下島の鬼池郡礼北町富岡間で、 国道324号と重複し、天草市川浦町白木川町牛深交換で、国道266号と重複する。福岡県と熊本県の県境に位置する4、津山交差点付近熊本県荒尾市大島、長崎県雲前市国見町、土黒港一般国道の路線を指定する政令に、基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。 国道501号との重複区間のうち、国道208号との交点である起点から、熊本県荒尾市北部にかけては4車線が確保され、道路環境は比較的良好であるが、荒尾市中部から玉名郡長須町にかけては、境外な区間が多い。なお、大牟田市白金町に交差点荒尾市4、津山交差点においては、福岡県道、 熊本県道126号をオウムターラも重複しているが、これは路線区域の変更によるものである。玉名郡長洲町の長洲交差点より単独区間となり、長洲港より有明フェリー経由で長崎県運善市にある平港に横断した後に島原半島を縦断する。運善岳にほど近い場所を通過するために標高が非常に高く、境外区間もある。 南島原市にある口の都より2箇所目の海上区間である島鉄フェリーを経由して熊本県天草市の天草下島にある大兄池公園。天草郡霊北町の中心街までは国道324号と重複するが、かつては霊北町から長崎市も手木地区へ向かうコースが国道389号として路線認定されていた。 霊北町で再び単独路線になった後は、天草灘に並行する形で、天草市牛深町へ向けて海岸沿いを通過する、時折狭い区間やカーブが連続する区間も多々ある、鹿児島県阿久根市から長崎市までを結んでいた時代、沿線自治体がこの路線にサンセットラインという愛称をつけ、観光キャンペーンを行っていた。天草市南部で、 国道266号と合流すると、そこから、牛深港までは、同国道と重複。牛深港で再び単独路線になると同時に、3カ所目の海上区間である、三和商船経由で倉の元港へ、鹿児島県泉郡長島町より、長島地区の南側を通過し、途中で道の駅長島やかつては、有料道路であった黒の瀬戸大橋を経由。 アクネ市の国道3号との交点が終点となる、九州の大牟田から有明海を挟んで対岸の島原半島へ、島原半島から天草諸島の下島と長島を巡り再び、九州のアクネへと結ぶため3カ所の海上区間があり、海上区間の数では、国道58号に次ぐ多さである、道の駅、編集橋梁、編集起点からトンネル、編集起点から、ありがとうございます。